松山大空襲は太平洋戦争末期の1945年7月26日深夜から翌日未明にかけて愛媛県松山市が受けた空襲のこと。ここでは愛媛県が受けたその他の空襲についても解説する。7月26日の深夜、アメリカ陸軍航空軍の128機の B-29 が文庫水道を北東に進み、 佐タ岬を経由して、松山市の西方上空に開い、空襲警報発令から約30分後の午後11時30分、ごろに第一弾を新町に投下し、右旋回して、城山を中心に、約2時間、小夷弾896トンを投下した。死者251人、行方不明8人、負傷者は、把握不可能なほどの被害であった。旧市街の城北。 通り上の一部を残して、焼け野原となり、全個数の55%である14,300個が被害を受け、人口の53%の62,200人が被災した。県庁や市役所、裁判所、図書館、日本銀行、四国銀行などが焼け残り、その後の復興事業に大変役立った。大空襲の翌日、愛媛県知事の問い前のは、 必勝の信念を高め、高度の防衛と生戦の干渉を起うと市民に呼びかけた。1945年7月26日午後11時8分から、翌日午前1時18分、アメリカ陸軍国軍第21爆撃集団所属第73爆撃団128キャン M17。 A115.0 メートルトン E-46470.0 メートルトン E-3616.6 メートルトン m a m 4 7 a 九3 9 4 4メートルトン K896.0 メートルトンその他多,多数2008年3月別宮山南工房に今治市戦災の日が混流されているその他八幡田浜市新居浜市 西条氏が空襲を受けている。ありがとうございます。